コスラエ州日本統治時代のコスラエ人、コスラエ国際空港コスラエ州は、ミクロネシア連邦の4州の一つ。他の州と異なり、コスラエ島とその続投のみで一つの州をなす。タフンサック、レラ、マレム、ウトエの4行政単位に分かれている。タフンサックの中には、陸路からはいけない、ワラン村、レラの中には、州都のトフォール村、高校遺跡のレラ遺跡も含まれる。 友人島のレラ島とは現在は、コーズウェイと呼ばれる道路でつながっている。島の外周に自動車が通れる舗装道路があるが、周囲の4分の3程度しかなく、道路のないわらん村は回路しかない。日本の委任統治下で、近代的な電気や水道、学校や病院などのインフラストラクチャーの充実が進んだが、第二次世界大戦以降アメリカの統治下で停滞し、 1998年にデング熱が流行した。島には、州立の病院が1軒だけあるが、医療レベルは低く、病院内の衛生状態も悪い。一般的には、薬病は皆無である。島の内部にはジャングルが広がり、人は海岸沿いに住んでいる。年間を通じて25五摂氏三32度程度の気温である。周辺に比べ海水温が高く、海の透明度が高い。 そのため、海中風景は楽しめるが大物を見るためのダイビングにはあまり適さない。眠り深やスティングレー、バラクーダの群れは時に見ることができる。ジンベイザメは一度だけ現れた報告がある。観光産業に関しては、コスライ州政府観光局に日本人職員がいる。また、日本人経営のコスライツアーカンパニーがあり、ダイビングガイド、ツアーガイドともに一名だけに、 日本人ガイドがいる。プロテスタント系の一派が、ほぼ全島民の信仰を集める。信仰心は高く、日曜日は安息日として、海に入ること、仕事、魚釣り等が禁じられており、観光客が知らずに遊んでいると、住民に怒られる。家庭では料理もしないのが普通で、前日に作り置いたココナッツスープで煮込んだお粥を食す。 コスライ人が営業する店はすべて日曜は休みである。オーストラリア人やアメリカ人が経営するホテルのレストランは日曜日も営業しているがビールなど種類は購入できない。住民は日曜には教会に集まり礼拝する。賛美歌を通して合唱の文化が育っており知らない歌もすぐに合唱する。クリスマスには各地の教会でマーチが行われ一組。 二組など、日本統治時代の隣組に分かれて組ごとに競い合う。宗教上の地位が、社会的な地位を上回ることもあり、宗派の戒律である、酒を飲まない、タバコを吸わないことが上に立つものの条件とされる。英語とコスライ語が通用する。年配の男性の中には綺麗な日本語を話す人も多いが、年と共に減っている。太平洋戦争後は、 アメリカ合衆国の統治下にあり、高校では英語で授業が行われるのが建前であるが、生活言語はほぼ100%コスライ語であるため、現実にはコスライ語で行われていることが多い。ありがとうございます。